ハロー大家好、我是グッドマンロースターのイートンドゥチェン。では今回の動画はですね、とっても当たり前なんだけど、でもとっても重要なことを皆さんにね、再確認でちょっとお伝えしていきたいと思います。これね、ご自宅コーヒーで美味しいコーヒーを入れるにあたって一番重要なことって何って、どのように入れるとか、あとはグラインダーはどれがいいとか、ドリッパーはどれがいい、どのように使ったら美味しくなるっていうのはもちろん超絶重要なんですけど、でもね、伊藤改めて思うんですよ、一番重要なのやっぱりね、コーヒー豆の品質なんですよね。これ当たり前ですよね。で、当たり前だけど伊藤最近再確認したんですよね。最近あのエスプレッソマシンがここに届いて、何度も何度ももうね、楽しいから入れる日々があって、で、牛乳が足りなくなったんで近くのスーパーに買いに行ったんですよね。で、その時にコーヒー豆が大量にいろいろ並んでたんで、ついでにコーヒー豆もなくなってたんで、コーヒー豆も一緒にスーパーで買ってきたんですよ。で、実際に、エスプレッソマシーン、この最高級なご自宅コーヒーのエスプレッソマシーンで入れたんだけど、どんな入れ方をしても美味しいコーヒーに全くならないんですよ。やはり品質が悪いコーヒーはどんなにいい器具を使っても、どんなにいい入れ方、どんないい SOP を持ってしても美味しいコーヒーにはならないと。これはね、俺見ている皆さん、これね、絶対に美味しいコーヒーを飲みたいと思って伊藤のこの動画をね、見ていただいてると思うんで、ここは伊藤コーヒーのプロとして自信を持ってお伝えしたいと思います。美味しいかまずいかというこの直感的な話は、おのおの一人一人味覚の捉え方が違うので、ここの話をしてるわけではなく、私は客観的に見て品質がいいコーヒーなのか悪いコーヒーなのかっていうところの話をしていきたいと思います。なので間違いなくスーパーとかコンビニさんで売ってるコーヒーは品質が悪いコーヒーであることは間違いないです。で、これはもちろん価格が安いということもそう、そして鮮度がないということもそう、そしてもちろん焙煎のこだわりも薄いということ、この辺をもってして品質が悪いコーヒーであるということは間違いないと思います。まず一番先にお伝えしたいのが、コーヒー豆はやはり自家焙煎のスペシャリティコーヒー屋さんで買うことをおすすめをしております。台湾、めちゃくちゃスペシャリティコーヒー屋さん多いです。皆さんが住んでる近くとか、あとはお気に入りのね、お店があると思うので、ぜひね、そこで、バリスタの方と一緒に自分の好みの味を伝えて一緒に選んで購入されることをお勧めしております。特にね、うちのグッドマンのお店もオンラインからもお豆をね、買っていただく方が本当に多くて、もうね、本当にこれはね、うちのお客さんっていうのは美味しいコーヒーを求める、うちのね、コーヒー豆少し値段も高いレンジではあるんですけれども、もう本当に多くのお客さんに好評いただいているので、ここの品質は絶対に我々は皆さんのことを裏切ってはいけないということでね、真剣に、美味しいコーヒー作りに取り組んでおります。伊藤は動画でも何度も入れ方や器具の紹介をしているのは、そもそもまずここの素材がありき、それからどのように入れていくかということを皆さんにお伝えしているんですね。間違ったコーヒー豆は、購入されないように注意をしていただきたいと思います。どんなコーヒー豆がじゃあいいコーヒーなのか、コーヒー豆の鮮度ですね。で、コーヒー豆というのはあの刺身とかと一緒で生鮮食品なんですよね。なので、すぐに空気と触れ合うともちろんすぐに劣化をしてしまうし、鮮度というものはもう焙煎をして加工をしてからすぐに劣化が始まっていくんですよね。コーヒー豆のこの後ろに、これはちょっとサンプルの自分のコーヒー豆なんで貼ってないんですけど、後ろにスーパーさんとかコンビニさんは賞味期限をここに記載はしてるんですけれども、これ賞味期限ではなく焙煎日です。焙煎日がきちっとここに記載されてるか否か、これをね、ぜひ購入する前に確かめてください。だいたいね、焙煎してから1ヶ月半ぐらいですね、ご自宅で美味しく飲めるのは。なので、まあ焙煎してからまあ飲む日に日数を考えて3週間ぐらい、焙煎日から3週間目ぐらいまでのコーヒー豆を購入されることをおすすめをしております。なので、ここにね、焙煎日が書いてないコーヒー豆は
危ないのであまり買うことはおすすめはしないです。で次に挙げるとすれば、まあ、焙煎度合いなんかも結構、重要な部分に入るかなと。でご自身がもしね酸の質を楽しみたい、明るいパチパチとした酸味甘みを楽しみたいという方はライトロースト、すごく苦いどしっとしたコク、なんかねチョコレートや濃厚なデザートなんかと合わせて食後に楽しみたいという方はダークローストで、その両方をバランスよく味わいたいという方はミディアムローストですね。この辺はご自身でその飲みたい気分に合わせてスペシャリティコーヒーのバリスタさんと相談をしながらご購入されることをお勧めをしております。あとは産地なんかも結構重要かな。それこそ昔は中南米はナッツ感とかちょっと焼いたトースト感とかのフレーバーで、アフリカとかになるとこのフルーティーですよね、レモン感とか少し紅茶のようなニュアンスとかで、アジアの豆になるとスパイス感であったりとか、あとはもう台湾とかでいうと緑茶とかね、ウーロン茶の、ニュアンスが強いっていうフレーバーの代表があったんですけど、今はねこれねもっと重要視されてるのがこのプロセスですよね。このプロセス違いによって味わいが大きく変わってくると。今は発酵プロセスとかいわゆるねインフィーズドコーヒーと言われるものとかがあるので、まあそういったもので味わいがね大きく変わってくるので、そこら辺もぜひねスペシャリティコーヒーのバリスタさんと相談しながら、ご購入されることをお勧めをしております。あとはねもう一つ大事なこと、これねこういいコーヒー豆を買ったで開けてこのままね保管していたらねもう本当に一瞬でダメなコーヒーに様変わりしてしまいます。台湾湿度が高くて暑い日が多いので、ぜひねコーヒー豆の保管状態これも気をつけていただきたいと思います。できれば密封容器に移して、そしてもしねワインセラーなんかお持ちの方はワインセラーにいつも入れると。冷蔵庫ね食材とか多く入ってますよね。で他の食材とはコーヒー豆一緒に冷蔵庫には入れてほしくないので、もしね食材をあんまり多く入れてない冷蔵庫があるのであればもう冷蔵庫保管で大丈夫です。だいたい台湾は11月ぐらいまではこの常温保管はとっても危険なので、ぜひねちょっと涼しいところがあればそこで密封を必ずして、必ず密封をしてください。密封をして、上手に、保管されることがね1ヶ月半ぐらいは、美味しく飲める最大の条件だと思うので、ぜひ参考にしてみてください。そういう意味でグッドマンのコーヒー豆というのは台湾のお店も京都のお店もそう、きちっとした品質管理のもと上質な一番重要なこの素材の部分きちっと、徹底管理をして皆さんに届けてますので、ぜひね店頭もしくはオンラインの方でもチェックしていただいてね、ご購入していただいてから伊藤のその他の動画をねチェックしていただいて、入れ方や器具なんかをね参考に本当に常に美味しいコーヒーをねご自宅で飲んでいただけることを願っております。 OK な調子のインペースジェシュラルゴシュファンツクインペーマーファニーアンザンラホフェンシャケポヨメチチ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